シックスフラックスマジックマウンテンの X2X2 の座席の構造 A 座席の回転方向 B 車軸上の座席 C、ラックギア D レール4次元コースターとはローラーコースターの一種でレールの挙動に関係なく座席自体が独自に機械によって制御された回転運動をするもの。通常のコースターの3次元の動きに新たに座席の回転が加わったことから名付けられた。 日本国内では富士急ハイランドが2006年に導入した A じゃないかが第一号であり2017年3月10日には長島スパーランドに 4D スピンコースター嵐がオープンしている。浜名湖パルパルのメガコースター4次元はこれとは別の種類である。企業弁護士であったジョンカイ・メアーズが1995年に4次元コースターの概念を発明し 回転シートシステムの技術に関する6つの米国特許を所持している。2002年にアメリカのシックスフラッグスマジックマウンテンにできた最初の4次元コースター X にはアラン・シルックという人物により設計され特許を取得されている。2007年インタミンはザック・スピンという名前で4次元コースターの編集を発表している。 アローダイナミクスは4次元コースターを製造した最初の企業である。レンディングイッツネームツーザライドスタイル。このトレーンは制御されたスピンで前後に360度回転することのできる座席を特徴としている。これは線路上に4本のレールを配置することにより実現されている。この内内側2本は通常通り走行用で、外側2本は座席の回転を制御している。 X レールと呼ばれる座席の回転を制御する二つのレールは軌道に対して高さが異なり、ラックピニオン歯車機構を使用して回転させている。最初に建設された X はプロトタイプであり、技術的困難と設計上の欠陥により、アローダイナミクスとシックスフラッグスは多額の費用がかかった。2002年、ドーパークはアローダイナミクスを訴え、破産に至った。 イゴアローは S&S ワールドワイドに買収され、同社のスチールコースター部門 S&S アローとなった。2006年、日本の山梨県富士吉田市の富士急ハイランドに2番目の4次元コースターとなる A じゃないかがオープンした。2012年に3番目のダイオーコンダという名前のものがチャイナダイナソーズパークにオープンした。インタミンのザックスピンは、 アローダイナミクスフォースディメンションローラーコースターに対応して開発された。インカミンのものとアローダイナミクス S&S ワールドワイドのものの主な違いは座席の回転が制御されておらず毎回異なる乗り心地を生み出す追加のレールを必要としない二人乗りの座席が背中合わせになっているところである。しかし、これらの単車は乗車している人の周りを回転するのではなく 背中からずっと後ろに離れた共通の点の周りを回転するため乗車した人が不快感を訴える原因となった。もう一つの注目すべき違いは横方向の動きがないことである。すべての動きが二次元平面に制限されるという事実から四次元コースターと考えていないファンもいる。フィンランドのヘルシンキのリナン・マッキーにあるカーニュは2007年シーズンにオープンし、 このタイプの最初のものとなった。その年の後半に、スペインのテラ・ミティカにコンパクトなレイアウトにした、インフェルノがオープンした。2009年、別の機動レイアウトであるインセーンが、グローナルンド遊園地にオープンした。2011年に、アメリカ初のザックスピンである、グリーンランタン、ファーストフライトアメリカのシックスフラッグスマジック、マウンテンにオープンした。これは、 同名の DC コミックスのスーパーヒーローをテーマとしており、インセインと同じレイアウトである。2012年後半、S&S ワールドワイドがインタミンザックスピンと同じような特徴を持つフリー、スピンという新たな構想を発表した。各車両に2つの座席列があり、各列は独立に回転する。回転軸が乗客の質量中心にあるため、乗り心地が 大幅に向上する。ザックスピンと同様、座席は自由に回転するが、いくつかのトラックセクションの間に、磁石のシステムが制御された反転をさせる。最初に設置された 4D フリースピンは2015年に、シックスフラッグスフィエスタテキサスに設置された、バットマン、ザライドである。2016年、インタミンが、フリースピンのように独立して回転する二つの、 座席列と乗客の重心に回転軸を置き換え的さを向上させることを特徴とする最新版を発表した。これらのコースターの回転が記録を目的とした反転とみなせるのかどうかについては、ジェットコースターのコミュニティにおいて多くの議論がある。ギネス世界記録では足が頭よりも高い位置に来ることが回転の定義となっており、A じゃないかに14反転の記録を与えている。 しかし、ジェットコースターデータベースのようなコースターに特化した記録媒体では、この主張を認めておらず、軌道の反転のみを数え、イギリスオルトンタワーズのザスマイラーに14反転の記録を与えている。ありがとうございます。